どうもこんにちは、たまちゃんです。さて、ディアブロシリーズ最新作なのに過去発表しただけで炎上したディアブロイモータルのリリース日が2022年6月3日に決定しました。そしてさらになんと PC 版対応もね、発表されましたね。というわけで今回はディアブロイモータルで過去炎上が起きた経緯やそれに対する考えと、あとはイモータル独自の面白そうなシステムがあるので、そちらの紹介を行います。で、ディアブロイモータルはディアブロ2とディアブロ3の間のストーリーとなっており、携帯アプリとして発表されていました。まあストーリーはね、正直なところ全然分かっていません。もう今までね、英語だったからです。で、見た目やシステム的にディアブロ3のシステムを利用して作られていると思われますが、イモータルの発表があったのが2018年なので、まあ開発期間はとても長くかけられていそうです。ディアブロ3の発売が2012年5月なので、シリーズとしては10年ぶりの最新作となりますね。で、当時はそのイモータルの発表で喜びの声も上がる中、炎上もありました。原因はいろいろありますが、大きく2つになります。スマホゲームへのマイナスイメージ、ディアブロ3初期の失敗。まずは PC ゲームを遊ぶ人にとっての携帯デバイスのゲームに対するマイナスイメージが先行したのが第一でしょうね。携帯ゲームとなると PC のゲームよりは質が落ちてしまって、まあグラフィス面とか、それと操作性ですね。ディアブロは画面をクリックして移動して、でたくさんのスキルを使うというね、結構激しい操作を要求されるゲームでしたが、スマホの画面でそれができるのかというと、そんなことはないわけで、まあつまり複雑な操作は必要とされない内容になり、ゲーム性が下がり面白みが減ってしまうという懸念が広がってしまいます。まあ最新作はね、過去よりも良いものを期待するわけですが、スマホゲームという時点でもうガクッとされてしまうわけです。それとスマホゲーといったら課金システムに対するね、マイナスイメージもあります。 Pay to Win と呼ばれる、払った人が有利になれるというシステムが、もうスマホゲームではね、当たり前のようにあるため、強い装備がガチャで集められたり、その他ガチャを前提としたバランスになって、もうディアブロが今まで培ってきたハクスラゲーとしてはね、成り立たないのではないかという意見がもうかなり見られました。まあスマホゲームはね、スマホゲームとして最適化されたものになっていて、 PC ゲームとはね、多くがゲーム性が別物なんですよね。で、なぜ携帯ゲームとして作られたのか、まあ理由としてはやはり普及率でしょうね。もう誰もがもう今やね、スマホ持ってるものなので、もうビジネス的には外せないものになっています。なのでディアブロイモータルが成功して、それが次のディアブロの開発資金に注がれるというのであれば、まあ納得がされるかと思いますが、これはどうなるかわかりませんからね。まあブリザードは今セクハラで社会的な問題になってますから、もう新たな開発体制を整えるなど、こういったね、問題対処にお金が使われてしまうわけです。それと炎上した理由のもう一つが、ディアブロ3リリース当初、あまりシステム的に良くない部分があって、まあそこで離れてしまった人がいるんですよね。まあその後、ディアブロ3はすごい改良されて、もうハクスラゲーとしての一ジャンルを築いた作品になったわけですが、その初めのディアブロ3の印象のまま、もうディアブロ3はダメだから次の作品には期待しようと、まあ長年待っていたところ、もう外伝のスマホ版だったということが、さらにがっかりさせてしまったのかもしれません。なんかプロモーションムービーで、ディアブロ4の4の文字がグググッと動いて、で、イモータルというね、英字に変換された、そんな動画を見ましたが、あれ公式のものですよね。まあこれもあまり良くなかったんじゃないかな。もうついにディアブロ4かと思いきや、イモータル何それとなってしまったわけですね。以上からディアブロイモータルは、もうどんなシステムになるのか発表してないうちに、もう悪い方向への予想が膨れ上がり、結果炎上してしまいました。で、まあネットの炎上がね、相当大きかったのか、その後早くにディアブロ4の発表がなされましたね。
まあ4の発表当時はまだほとんど画面もないような状況だったので、急遽であったと思いますが、まあそこで一旦沈下した感じはします。では炎上後何年か経過して現在はどうなのか？まあ事情はね結構変わってきますからね。パソコンは1年経つとハイスペックだったものがミドルスペックになる。それくらい PC 事情は進化するわけで、携帯デバイスも同様ですね。日が経つにつれ高機能化がなされ、まあ当時は高かったものでも1年経てば安価で性能の良いスマホが手に入り、もうスマホゲームもねそれだけ高画質、高機能化が行われます。そして PC ゲームでも課金システムが馴染み深いものになってきていますね。化粧品、コスメティックアイテムが主で、消耗品やシステムの拡張、例えば倉庫を広げるなど取り入れてるゲームはあります。まあスマホゲームに対するね、PC ゲーマーの見る目は、当時よりはマイナスイメージは減っていそうです。そしてディアブロイモータルの課金システムはどうなってるのか？開発のブログを見るとこのように書かれています。ディアブロの核となるハクスラ部分はそのままである。課金でゲームプレイ体験は損なわれない。課金はおまけ。まあ、この記事が2020年12月なので、まあ、炎上も収まってきて、それに合わせてこういった課金部分のゲームシステムの説明があると、ユーザー側も冷静に見ることができますね。そして極めつけは今回の電撃 PC 版発表。ここで一気に多くの方がマイナスイメージもプラスに転化されたのではないでしょうか。まあ私もね、PC ゲーマーとしてこの対応はね、とても嬉しいですからね。それならば遊ぼうかなと考えた方もいるのではないでしょうか。ちなみに実は私はディアブロイモータルがそろそろだから3日くらい前にね、Android タブレットを買ったんですよ。昨日家に届きました。Amazon で3万円くらいのものがタイムセールでね、2万3000円くらいになっていたので、まあタイミングが良かったのか悪かったのか、なんとも言えないところですが、これでディアブロイモータルがどれくらい動くのか、みたいな動画も、まあせっかくだからね、出そうかと考えています。あとはスマホゲー云々ではなく、ジャンルとして、MO ではなくて MMO が気に食わない、という意見も見ます。MO というのは少人数規模のネットゲーで、MMO は大人数で同時に遊べるネットゲーですね。まあ今まで MO だったものが MMO に変わることで不安に思う人も出てくるわけです。まあこれは遊んでみないとね、まだ何とも言えないですね。気に食わないっていうのはその既存の MMO に対するマイナスイメージからね、来ていると思われます。まあ MMO はね、どれも同じシステムを使って作られているかのようなものが結構あったんですよね。基本プレイ無料のものでは特に。なのでディアブロイモータルはどうなっているのかですが、まあ私は純粋にね、 MMO 化は楽しみですね。今までとは違った新しい遊び方を提供してくれそうですから、良いのであれば私はね、変化をどんどん受け入れます。で、 MMO の細かい点で、敵の取り合いとか放置とか、まあ個人でのハクスラに集中できないという問題も出てくる可能性もありますが、まあまずはね、遊んでから判断しましょう。基本プレイ無料で PC 版対応になりましたからね。で、PC 版対応になった理由は、エミュレーターを使ってプレイされるであろうことから、初めから PC 対応にしてしまったとのことです。PC 版対応で嬉しいのは、WASD 移動やゲームパッド対応という点ですね。スマホ版でもゲームパッドでは遊べるようになっているようですが、使えるパッドはまだ制限があるのかな？まあ、PC 版はね、Steam を通せば、どんなゲームパッドも使えますからね。で、他に調べてみて気になったシステムとしては、クラス変更システムがあるようですね。今までディアブロと言ったら、違うクラスで遊ぶ場合は、一から作り直す、という点がありましたが、ディアブロイモータルでは、現在のキャラクターレベルのまま、違うクラスに変更できます。これがどうなるのかですが、まあ、ディアブロ2はね、一から作り直して構成を練るという楽しみ方があって、初めからプレイしてもね、すごく面白いんですよね。一方、3のシステムの場合は、構成変更はね、ある程度自由のため、クラス切り替えはむしろできた方が良いのかもしれませんね。ただその場合、ボリューム面に不安が出てくるかな。
一から遊ばした方がボリュームは稼げますからね。それとセットアイテムというエンドコンテンツ向けのシステムがあるようです。これはセット装備ではありません。装備品にはめられるアイテムにセット効果があるようです。ルーンワードっぽいですね。ディアブロ3はセット装備ゲーとねバカにされることがあり、セット装備が強力すぎてその装備品に対する自由度が減ってしまうという側面もありました。よってセット装備はディアブロ4では廃止となり、イモータルもセット装備は存在しないといった情報を見ましたね。なのでこのセット装備は装備品に自由を持たせながらセット効果を楽しめるという、まあ上手いシステムにねなっていそうですね。とても面白そうです。さあ大体以上でしょうか。いや楽しみですね、ディアブロイモータル。あと1ヶ月ちょっとです。まあ本来はね6月30日あたりのリリースを予定していたと聞きましたが、それから6月3日に繰り上げになったので、もうほぼ完成していて、あとは事務手続きなどでしょうね。ここから各メディアを通じて情報がどんどん出てくるものと思われます。まあ私はねディアブロイモータルの動画はおそらくハクスラーを扱っているサブチャンネルで公開すると思うので、まあ気になった方はよろしければそちらのチャンネル登録をよろしくお願いいたします。チャンネル URL は概要欄に貼っておきます。それでは実況はたまちゃんでした。